そんな2人のこの勝負一体どうなってしまうのか。それではお二人とも準備はよろしいですか。どういったっけ。それでは始めましょう。グランドファイナル7対エンジン始めてください。お願いします。さあ行きましょう。ステージは戦場。さあ始まりました。 0% ビー 0% 終点からの始まり。スタートする。空中まで狙っていってパチンコを出していく。さあ埴輪を出して、さあパチンコを出していく。埴輪を出していく。さあ N 型目でいって掴んでいって下投げ。空中へ空中へ拾っていく。 20% ビー 22%。 さあ弱で固めていきたいがしっかり逃げていく。スタートする。空中後ろを狙っていく。埴輪を出していって横綱掴んでいって下投げ。空中後ろ。さあ空中下狙っていく。空中前運んでいって狙っていってスタートする。掴んでいって上に投げる。空中しろ。これが最大。今は上だけ空中しろがやっぱり最大なんですよね。なるほど。さあ 77% で 34% 上に投げて空中しろ飛ばしていく。さあ相手バナナを出して上合いを仕掛けていくスタイル。さあ飛ばして、さあまずは成功していったのはエッジ DD 空中前に返す。横綱狙っていたか通らず。さあ空中から狙っていって、さあ狙っていきますね。崖際強気パチンコ飛ばして、パチンコ飛ばして面白い読み合い。スタートする。掴んでいって上に投げる。見てる。バーストする。これが HDA。 空中でよく見ている。 0% ブリース。さあもうあれはもう完全に見てから打てばいいっていう感じでしょうか。展開的にはさっきのは、あ、そうです。はい、ジャンプレーターに対してすぐに決め終わっていくか最強を見てから決めた。なるほど。さあ 69% です。 77%。 さあ埴輪を出していって空中上拾っていく。パチンコ、さあどうする。パチンコ飛ばしていく。パチンコ飛ばして嫌な展開。崩していった。見えてましたかね今。いや今のは無理です。さあ 70% です。 0% エネ固めていって木を育てていく。そういうゲーム。さあどうする。掴んでいって上に投げる。空中上拾ってバナナを出していく。埴輪で冷静に着地して空中下持続で当てにいくスタイルですかね。なるほど。持続に当てる要はカス当たりだと展開的にも美味しい。そうですね。なるほど。さあ 113% です。 13%。 さあパチンコがうまい。埴輪を出して掴んでいって上に投げる。空中へ空中へ。もう一回入れる。さあ 131% で 16%。 下行から食う前パチンコパチ。さあ株を出して埴輪を出して読み合い。うまい。ガード固めていく。つかみ。ここで強気を通せ。素晴らしい復帰。さあパチンボーリングを出して空中へ。あれを拾っていくか。カバナを出してパチンコ埴輪と突っ込んで、さあバナナがある状況。空中へ空中へ。さあかすったら死ぬか。空中へ空中へ。しっかりとパチンコがうまい。釣ってますかね。バースト。そしてなんだこの上様。さあ判定が伸びていましたね。さあ行きましょう。さあ3分という結果ですけど、村人としては早い展開ですかね。なるほど。はい。まあ、ディニーが負けて待って、かつディニーがバナナ持ったままずっと待ってるような組み合わせだったら。さあ行きましょう。ステージはここ。ゼロパーセント、ゼロパーセント。さあここってね、どこだよって。さあありがとうございます。さあ横強しっかり当てて、下強、横強下強。なるほど。さあ投げて空中前。21%。さあどうする？掴み上投げ。空中しろ。空中下叩き込んでいく。3やっぱ引いていきますね。さあ57、31。さあ DA どうしていって崩していくからのパチンコ出して埴輪を出して、さあうまいぞ埴輪からの連携。ジャクジャクジャク。リリーは掴めない。いや掴めはするんですけど。はい、なるほど。空中に狙っていって埴輪を出す。
下にダース、下に投げていく選択。さあ投げていく、投げていって上投げ。さあ空中後ろ狙っていく。さあハニワ出していく、掴んでいって後ろ投げ。さあどうする、うまい、戻れますかね、戻れます、うぎょー117、118。なるほど。さあパチンコ出して上に投げる、えで固めで、やはりおーっとっとっと、やっぱ見えてましたよね、今秒殺マッシュ。さあ 90% 148、144%。さあ有利に立っているのはダナインブライド、90で壊していく、これがエッジ 0% 144%。さあバナの、ハニワ出して、うまい、おーっとここで来る、空中をつかむ。さあ投げが弱いと言ったのは誰だ。さあ 9% 0%、空中に拾っていく。さあ 22%、 さあ狙っていて炎を出していく。 32%、 30%、 ハニワ出して空中前運んでいって狙っていく、空中下崖を掴んでいって叩き込み、42、51。お、なんだ、なるほど、素晴らしい速い展開ですね。つかんでいく、投げて空中目。さあ展開欲しいですよね、当然。さあ埴輪出して読み合いはつかみを通せ。さあ全力で見てから行動、埴輪出して読み合いはパチンコ通らず空中円で返して空中下狙っていく、パチンコ飛ばしてボーリング狙っていく、下に投げてパチンコを飛ばしていく。さあ飛ばしていく、99、98。パチンコパチンコ張り付いて戻れるのが村人、空中下重ねて狙っていく、しっかりと当たってしまってパチンコ、素晴らしい連携。さあ狙ってきた、うまい、うおバースト積ませていった。リプレイお願いします。さあ1-1、ここでエッチさんが取るかラナイさんが取るか、完全に五分ですね。ここでラナイさんが勝てば優勝、エッチさんが勝てばスポットライトを連れ込みます。そう、マジ、これか、すげえすげえ、リアルタイムですよ、リアルタイム。さあ行きましょう、 0% V 0% お願いします。埴輪出して、さあ選択したのは村と町、単純にやっぱ狭いのがでかい。さあ 0%、 12%、 弱弱狙っていって、さあ埴輪を飛ばしていく、さあ空中に狙っていって、さあこのステージはやっぱり狭さで言うとディニー有利。そうですね、狭さで言うとディニーですね。村行くよりのバーストが早くありますんで、シンプルに、例えば村人のボーイングフラッグじゃないですか、そういうのも飛びすぎたりするのと、はい、あと DD が無理として、はい、先ほどとかの傘で見たので、バースト面が近いのは DD 有利に働きやすい。なるほど。さあ 6% です、 59%、 つかみを通せ。さあ今日のライオネさんはつかみを通しに来てる感じしますね。やっぱりつかみを通す1回でもそうですね、やっぱりライオンを見ちゃうので、それでなお、普段のプロに磨きがかかる。なるほど。さあ 92%、 さあ読み合いに仕掛けてくる、狙ってくる横スラッシュ、壊せぜ、掴みを通せ、114%、 戻れる、戻れない、うますぎる。復帰自体はできてた、復帰はできますけど、あれは16分の1分の1。さあ 18% 入る。さあ斧を出していく、投げていって空中しろ。さあ 73% 目です、 18%、 植木を拾っていって、うよ、上すまん、うよ、持続当てからの、飛ばして、さあどうする、あー完璧、優勝はラナイ。リプレイリプレイ、お疲れ様でした、強すぎる。いやー、エッジさんは決して動きは悪くなかったです、ただちょっとラナイさんが最後うますぎましたね、あれ。